auf die Volks- und Wirtshofen-Kanal von Don Rico 44. こそ島の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。 よく聞け。腕に覚えのものあらば、いでよ。なだ、チム2だ。我こそは足立晴信、かの足立義信が五代の末裔なり。 仲間が、この命に代えても前進せねばなるまいぞ。 敵将を逃してなるものか。者ども続け。猛虎どもの新手だ。切り捨てい。
された道は一つ。敵将を見つけ出し、討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。来たぞ。あれが敵将。覚悟はできています。ここで決着をつけるぞ。 我が名はコトム、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも 全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ。この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。
かにしてここへ。誰かが俺を見てくれた。武具はない。食料のみ。ここを離れねば。もう子供。誰かが俺をかくまってくれた。その者が太刀も。Peter ne gek harsan. Zunjo hegla o do boli.誰が歯を研いでおった。武士か。俺の鎧。壊れておる。だがあるだけありがたい。
しれそう。ああ、おそらくは。太刀は？ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。止めを出せ。少しならあるから持って行って。言うなってね。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた？数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、どうする？こっち。待って。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか？地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが坂井陣か？地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか？おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか？東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた？死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。くぐって。Merci fürs Zuschauen und see you next time.